こんにちは、柴田です。今日は僕がよく使っているこちら Zoom の G1X4 についてのお話です。うちはですね、スタジオにすごく近くて、徒歩ですね、5分もかかんないぐらいのところに音楽スタジオがあるんですけれども、そこによく一人で行くんですね。で、日によってはですね、徒歩5分なんですけれども、もうわざわざ車で行って、もう大荷物ですね、ギター 2,3 本とか持って、ベクターもたくさん持って、でカメラ持ってスタンド持ってみたいな感じで YouTube を撮ることもあるんですけれども、ちょろっとアンプ試したいなとか、大きい音で鳴らしたいなとかっていう時にはですね、1個しかエフェクター持ってかないんですよ。で、結局ですね、そういう時に持っていくエフェクターとして落ち着いたのがこちらですね、 Zoom の G1X4 なんです。これはですね、本当に頻度高く使っていて、その理由はね、たくさんあるんですよ。それぞれのエフェクターはたくさんいいところがあるんですけれども、音がいいとか音色がいっぱい入ってるとか、自分のね、好みの歪みがあるとか、あと画面が見やすいとか、もろもろたくさんいいところあると思います。いいところはですね、いいところで動画にしているので、それはそれでご覧いただきたいんですけれども、なぜ僕がですね、スタジオにエフェクトを一つだけ持っていくならっていうところで、このエフェクターを選んだ理由というのはですね、単刀直入に3つだけ挙げさせていただくとするとですね、そこに集約されてるんですけれども、一つがですね、小さい軽い、もうギグバックに入るっていうところと、二つ目がペダルがついているっていうところですね。で、三つ目がですね、これが一番重要で、リズムマシーンとルーパーが搭載されているっていうことなんですよね。もう音色だとか、見えやすいとか、操作しやすいっていうのはもちろんありますよ。あるんですけれども、大きく言うと、軽いとか小さいとか。で、ペダルがついている。で、ルーパーとリズムマシンがついているっていうところですね。この3つ。これがやっぱり大きい要因かなと思います。軽い小さいっていうのは、本当に持ち運びがしやすくて、楽っていうところですよね。なので、ギグバッグに入れて、ギターだけ担いでいけばそれでいいというところで、で、あとペダル。そう。このサイズでペダルがついているっていうのもなかなかなくて、でしかもペダルのエフェクトがすごくたくさん入ってますよね。ワウの種類も3つ入ってるし、あとピッチベンド、ワーミーも入ってますよね。で、その他に、ディレイだったりとか、あと空間系のエフェクトをペダルで深さを調節できるようなエフェクトも入ってます。というふうにですね、このちっちゃなペダルで、踏みやすいとか踏みにくいっていうね、人もいるかもしれないんですけれども、これついてるだけでもうかなり僕の中では大きいですね。歪みだけで遊んだりとか、空間だけで遊んだりっていうのも全然スタジオでいいんですけれども、やっぱりワウがあったりね、ワーミー機能、ピッチベンドがついてたりすると、またさらに面白いですよね。で、3つ目にお伝えさせていただいた、リズムマシーンとルーパー。これはですね、本当にでかいです。一人でスタジオに行って、ただただギターを弾いてるだけなのと、リズムに合わせながら弾いたりするの。それだけでも全然違いますよね。臨場感とか雰囲気っていうか、乗り具合っていうか、こう、テンション的なものが変わってきますよね。で、それにプラスルーパーがついてるんで、バッキングなんかを入れちゃってですね。でも単音で自分でこう、アドリブとかでソロとか、みたいな感じのことをやったりするっていうだけでもやっぱ上がりますよね。これはほんとでかいですね。たくさんね、いいところはあるんですけれども、そういう3つがあってですね、特に、おすすめをさせていただいているっていう感じですね。あとはですね、スタジオに行ったら確実に、ほぼほぼ置いてある、ローランドの JC120 ですね。そちらとの相性も非常に抜群なので、アンプの使い方があまり得意じゃないとか、そういう時もですね、十分お好みの音で、楽しめると思います。これは Zoom の G1X4 に関しましては、
音作りの動画で、まあ僕がどういうセッティングにしているかとかですね、あとルーパーを使って、まあ、ルナシーのジーザスをやってみたとか、あと XJAPAN のラブレプリカ弾いてみたとか、音色だけではないところで、まあいろいろとですね、これを駆使して遊んでおりますので、ぜひぜひそちらもご覧ください。まあ他にもですね、たくさんマルチエフェクター持っていて、まあその子たちのいいところもですね、伝えていきたいと思いますので、引き続きよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。